はい、爽やかですね。はい、ありがとうございます。緊張しいか、そんなすんだ。面白い。お名前は、橋本ゆうきです。よろしくお願いします。ゆうきくん、はい、出身地は生まれは北海道で、大阪の大学に通ってました。おお、はいはい、はい、で、じゃあ出身地のおすすめは、大阪、みんな、周りの人たちがみんな、なんていうんですか、みんな面白くて、漫才とかもすごい、まあ、有名なので、ぜひ行ってください。お、わかりました。はい、コメディアンが多いって感じですね。そうですね、うん、みんな面白いです。わかりました。そしたら最後に日本文化について教えてください。日本文化ですか。やっぱり日本食は世界に誇れる文化だと思います。ねえ、日本食美味しいですよね。はい、特に何が好きですか。納豆ですね。納豆ね。納豆か。納豆がのもう最近食べれなくてちょっと辛いです。あ、宇和島屋行けばあるよ。あ、そうですよね。でもなんか、でも高いじゃないですか、やっぱ日本より。それあるね。それは舐めません。はい。わかりました。こんな感じです。ありがとう。はい、ありがとうございます。